軍機ところ軍機ところは、新朝の政治制度で、皇帝の最高諮問機関である。軍機ところの始まりは、軍機坊と呼ばれ、1729年7月5日に、妖精帝の順がる遠征時に軍事における決定を、迅速にするために設けられた。それまでの政務の最高機関であった内閣は、定員が増え、仕組みが複雑になりすぎていたため皇帝独裁を狙う。帝はこれを嫌い。 少数人数により迅速に決定ができる軍希望を使ったのである。軍希望の最初のメンバーは、維新の種、章、朝廷玉、小廷尺の3名であった。1732年に軍希望は、便利軍機ところに解消した。養成帝が亡くなった直後の1735年12月、県立帝によって、便利軍機ところは廃止され、その職域を拡大して、 軍事だけではなく政務すべてを見る総理事務所が作られた。1738年1月に便利軍機所に再び解消され、この時から軍機所のメンバーを軍機大臣とするようになった。軍機所は内閣大学士や各部の省所から選ばれた3人から6人ほどの軍機大臣が選ばれ最高責任者とされた。 制度で定められていたわけではなかったが、漢人、満州人がほぼ同数選ばれていた。清も末期になり、国内が乱れてくると役職が高い人物よりも、李口省のような背後に軍隊を背負った軍閥の方が、権制を振るうようになり、軍機大臣は有名無実化した。ありがとうございます。